中村線は、高知県高岡郡四万十町の久保川駅から同県、四万十市の中村駅に至る土佐黒潮鉄道の鉄道路線。駅ナンバリングの路線記号は、TK で JR 四国土三線、土佐黒潮鉄道スクモ線との連番となっている。スクモ線と共に、四万十黒潮ラインと相性が付けられている。清流四万十川の河口に位置し、四国の小京都として知られた。 中村市への路線で南国の海岸線を走る。元は日本国有鉄道の路線で事実上、スクモ線とともに土産線の延長線として建設されており、運用もほぼ一体となっている。1987年4月1日の国鉄分割民営化によって四国旅客鉄道に承継され、1988年4月1日から土佐黒潮鉄道が運営している。 ト佐白浜から、浮きムまでは、荒いそそいを走り、入りの松原を横目に、中村に至る。入りの松原の沖は、ホエールウォッチングの名所で、観光船のふりをした漁船に乗って、似たりクジラを追いかけることができる。中村駅のすぐ手前で綺麗な川を渡るが、これは、四万十川の支流の跡川で、四万十川本流と交わるには同駅を越えて、スクモ線区間に入らなければならない。 川奥信号場海外区間には、ループ線がある。そのほとんどは、第一川奥トンネル内に収まっているため、ループ区間での見せ場はないが、川奥信号場通過中に谷間を眺めると、中村方面に続く2条のレールの存在を確かめる、ことができる。黒潮町付近転換前と、同様、高松、高知方面からの土産線特急、四万と足ずりが乗り入れている。 2021年3月13日現在のダイヤでは、シマントが下り1本と上り1本、足釣りが下り8本と上り8本の運行となっている。そのうち、シマントの上り1本と足釣りの下り1本と上り1本は、スクモ線に直通する。この直通運転のため、土佐黒潮鉄道も四国旅客鉄道と同系の特急用車両を2両保有している。 かつては JR 四国と同系の特急用車両の2000系、機動車を4両保有していた。その4両ともアンパンマン列車となっていた。2012年3月17日のダイヤ改正で高松駅からの特急、四万と、が高知駅発着に統一されたことにより、高知駅以前の運用を足ずりに置き換える形で四万との中村線を呼び、 すくも線内での運転が終了していた。このダイヤ改正以降、高知駅では、シマンとと足ずりが同一ホームでの対面乗り換えとされたため、一定の利便性は確保されていた。2014年3月15日のダイヤ改正で、シマンと1号が足ずり3号と統合されて、高松発中村駅となり、シマンとの中村線乗り入れが復活した。かつては、 岡山駅から南風も乗り入れていたが、2020年3月14日のダイヤ改正で乗り入れが廃止された。ワンマン運転の各駅停車が、久保川駅、中村駅、スクモ線スク駅間で運転されている。久保川駅、和井駅間は、作佐シオ鉄道の列車の他に、JR 淀線の列車も乗り入れている。久保川駅、 中村駅間での運行本数は特急列車と同数の1日下り9本、上り9本であり、下り最終列車の発車時刻が、久保川駅18時32分発と非常に早い。上りの最終列車は、中村駅19時58分発であるが、久保川駅からの接続は、なしとなっている。鉄道不設法別表第105号の3の高知県久保川付近より、 中村イタルル鉄道である。事実上、日本国有鉄道土産本線の延長線として、建設された路線で運行上も一体であったが、土産本線に編入されず独立の線名を名乗った。このことが、後に赤字83線、さらに特定地方交通線に指定される原因となる。日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法施行に伴い、 1986年に第三次特定地方交通線に指定。1987年に JR 四国を経て、1988年に土佐黒潮鉄道に転換された。また、日本鉄道建設公団建設線を引き継いで開業したスクモ線は中村線の延長線である。全駅高知県に所在。中村線に関するカテゴリー。 ありがとうございます。